続きまして、まあシュルクの復帰阻止と、はい、まあ復帰能力にもつながってくると思うんですけれども、復帰能力、そして、はい、先ほどお話しあった、崖上の攻防ですね、うん、シュルクの、まあ言ったら、相手が崖外にいる、崖端にいる時の、シュルクの行動についてちょっとお伺いしたいなと思うんですけれども、はい、じゃあ、はい、まず復帰阻止から、はい、お願いします。しましょうか。はい、はい、まあ復帰阻止は基本的に空前とエアスラッシュとで空下ですね、あと、はあはあ、なるほど、この3つを使っていく感じです。はいはい。で、まあ、まず空前から解説すると、はい、空前がこの縦に広いのが強くて、横の範囲もまあ間違いなく広いんだけど、一番強いのが縦に広いっていうところで、はい、復帰するときって要するにシルク側も対戦相手のキャラも落下してるじゃないですか。はいはいはい。で、落下速度とかもキャラによって違うし、うん、まあ、相手がその空中ジャンプ使うか使わないかとかでも高さがともかくずれるんですよ。はい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 、はい。で、空前ってこの縦に広いから、うん、そこのカバー範囲が多少ずれてもカバーしてくれるっていうのがすごい強い、まあ、縦軸が強いってことですね。そうそうそう、うんうんうん、縦軸がずれても当たる、それが強くて、その次がエアスラッシュ、これはまあキャラによるんですけど、はい、ケッパみたいにこういう風に下から上に復帰をして、なおかつ上昇速度が遅いキャラに刺さる、うんうんうん、はい、クッパとか、あとリンクの回転切りとかですね。ほう、なるほどね。斜めからこう崖狙う感じの、前よくばお前巻き込んでやるぞ的な、このウェビーは結構やっぱちょっと絡みやすい。そうですね、ロンキーとかどう、まあ、上昇速度が速くなれば速くなるほど当てるのはむずいで、うんうん、ちょっとマリオとか実はむずいんだけど、へえ、クッパとかリンクみたいな、やっぱ判定出る代わりに遅いキャラっていう、はいはいはい、ここら辺はかなり高い可能性で当てれます、ね、今のところ2つともガノン当てはまってるな。ガノンは全部でしょ。まずい。ただガノンは実はキャラによるんですけど、キャラによってはエアスラッシュが当たらないキャラっていっぱいいて、ほうほう、ガノンはそう、重さのせいで当たらない時が非常に多い。へえ、当たるけどな俺。当たらない時があるというだけなの。なんか1ラスで出せたりとかするんじゃないかな、1ラメと2ラメの間とか、たまに最速じゃなかった。まあ、打ち方によるけど、もちろん打ち方とかパーセントによるけど、はい、そして空下ですね。空下はそうね、まあクッパもちょっと当てはまるんだけど、はい、どちらかというとフォックスとか月光河みたいな、あーね、はいはい、了解、そういうふうにすればいいね。そうそう、距離が長い系のキャラ、距離が長くて、でなおかつ崖に沿って復帰してくる可能性があるキャラに刺さります。シュッてね、うん、というのもその空下が、まあ、これも発生遅い代わりに判定が非常に下まで伸びるんですよ。はい、ボケスタ通路台上とかで打てば分かりやすいんだ。あ、そうだよ、ね、俺なんか出おるからさ、こう剣の先がピシッと、半分ぐらいで、うわー、ね、しゃがんださすがに当たらないな。どうだろう、あー、いやー、そうで、しかもこの技って吹っ飛ばしがめちゃくちゃ強くて、ジェットのところ、うん、多分クッパやね俺、うん、激シルクの空下やったらフォックスとかやったら多分 50% ぐらいから死ぬんじゃないかなっていうぐらい。そうなってくると、もちろん、はい、まあ、復帰能力っていうところにもなってくると思うんですよ。はい、そのどこまで追いけるんだっていう。あ、そうですね、やっぱ、はいはい、行こうと思えばさっき言った通り消臭力があればどこまででもいけるんですけど。そうですよね。ただ、まあ、基本的にはそんなに深追いは、まあ、確信があって絶対に当てれるって時以外は深追いはしない方がいいかなっていう感じです。なるほどなるほどなるほど。そう、なんでかっていうと、はい、例えばその空前とかを回避された時、シュルクのさっき全体フレームが長いっていう話にちょっと関連するんですけど、はいはい、相手の方が先に動くんですよ。なるほどね。そうで、しかもシュルクって大振りの技しかないから、うん、こういう風に空前をミスった時って、まあ、当然そのジャンプしてエアスラッシュで帰るんですけど、はい、
その時に相手を追い払う技振れないんですよ。振っちゃうと入れなくなる。なるほど。そうそう、うん、だから食う前を1回回避された時点でもう何もできない。なるほどね。今みたいな感じだ。そう、追い払う技を振っちゃうともう勝てないから、こんな感じで、もう要するに食う前をミスってからジャンプしてエアスラッシュするまでの間が何も技振れない。ここになんかリンクの空炎とか持続長い系のやつ置かれるだけで、横移動がそんなにあるわけじゃないから。そうですね、エアスラッシュも縦には広いけど横には伸びないので、はい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 、動かない。なるほどね。ホロってしろほんまに。そっか。で、まあ、しかも多段ジャンプじゃないから、はい、ここってジャンプ使うじゃないですか。はい、ジャンプ使うときに技取って当てられたら多分 20% ぐらいから死んじゃうから、まあ、そこはガノンとかと一緒なんだけど。脆い。思ったより脆い。じゃあ復帰はもう、まあ、できるはできるけど横軸がないので深追いは厳禁だと。そう。だから多分崖とか崖付近で空中前振るのが強い、ね、そういうことですね。まあでも、うん、いけるにはいけるから別に。そうですね。パッてこう行くのは間違いなく強いです。すげえとこまで行ってるよな。そういうけど、ミスった時はもう何が起こっても知らないよみたいな感じの。なるほど、そういうことですね。はい、で、先ほどの米さんのお言葉を借りるなら、もう確信がある時だけ行くと。うん、うん、そうです。それ以外は、序盤に説明した、崖上での展開で有利状況を作っていくのがおすすめということですね。そうですね。はい、じゃあ小梅さん、なんかこの後ちょっとまだ深い話がしたいなとか何かあれば、補足でお願いしたいんですけれども、何かございますか？まあ、あんまりコンボないって言ったんだけど、はいはいはい、実は、まあ、あるにはあるんですよ。お、なるほどなるほど、ぜひ教えていただきたい。正直今僕が練習してる最中で、ほう、戦では全然決まらないし、まあ、そもそもそんなに狙うようなコンボじゃないんだけど、まあ、一応コンボとして成立してるので紹介します。はい、お願いします。結構むずいんですね。ごめんね、お前ね、無理やったら無理やね。理論上は質空炎から激エアスが繋がるんですよ。へぇ、ガチむずい。いやー、たぶん全然平気ですよ。全然全然、マジでマジで全然平気。いや、小梅さん、はい、ちょっと気まずいわ、そろそろ。あ、どうわーうまい。一応繋がります。なるほど。外ベック編でも繋がります。あ、相手が外ベック編してても、うん、繋がるんだ。繋がります。まあ、ただめちゃくちゃむずい上に、はい、その質空炎を根元で当てるっていう展開がまあほぼないんで、ほーん、まあロマンコンボとして。なるほどね。覚えておくと。え、これデカキャラ、デカキャラ限定ですか？はい、確かに気になる。別にどのキャラにも入ると思います。ルキナとかにも入ったんで、もし僕が1年後あたりに大会でやったら、それよ、頑張ったやなっていうふうに。てください。その時はもうあのガッツポーズが出るでしょう。いや、あれマジかっこいいからな。なるほどね。まあ、これ今米さんも練習中でかなり難しいと。はい、毎日練習はしてます。あと一応、はいはい、まあ、そのこっちは結構先ほどのに比べたら難易度はそこまで高くないやつだ。ほうほうほう。でエモの試合とかでも一応決めてるやつが、はい、残下投げ。これむずいよ結構。俺練習したけど。まあまあ簡単ではない。そう、残下投げをしているモーション中に B ボタンを3連打したら、残下投げのモーションが終わった瞬間に残が切れるんですよ。先行入力でモナド消す感じやね。そうです。はいはいはい、反対押しでモナド消せるから。そう、残の時って吹っ飛ばし減ってるので、はい、残しただけで浮いた相手を追いかけてエアスラっていうのが一応、まあ、繋がります。これすげえな。こんな感じ。すげえ。マジでむずいよ。クソ練習したもんこれ。こんな当たり前のようにやってるけど、やっぱり一朝一夕じゃできない。そう、クソむずい。これはなんかエボのライトさんとの試合で一応最後ぬるってやってたけど、マジかと思ったもん俺。
いや、そんなこと聞かされたらさ、今からまた見るアーカイブが超楽しいじゃん。知らんかったらマジお前なんで投げから殺してねんって切れるだけやけど、うん、やっぱ努力を知ってると素直に拍手って感じ、ほんまに。マジですごいこれ。恐ろしいところは中パーセントから撃墜に繋がってるっていうところがやっぱすごいよね。うん、まあそうね。まあさっきのは 100% ぐらいいるけど。はい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 、はい、まあ。一番最初に見せてたシツクイヌからのやつは。はい。いや今行くんかい。これ4ヶ月いらねえだろマジで。ねえ俺村俺。これはそう 60% いや、あの村町とかの外が狭いステージ、横が狭いステージだったら 50% ぐらいがバーストで、だって 50% って俺最初見させられましたけど、室からじゃあ2回触って残で2回触ったらもうなってるじゃないですか。余裕笑ってる。いや、そこでちょっとディレンマなのが、そういう具合に調子がいい時って 50% の時に最初の質使っててチャージ中なんですよ。なるほどね。じゃあ、まあ、クーエヌとクーマエの使い分けですけど、はい、まあ基本的に、まあ、見た目の通りクーマエは上から振り下ろす感じで、で、クーエヌは後ろから振ってるんですよ。で、まあ、基本的に相手ってやっぱり前にいるわけじゃないですか。はいはい。なので、クーエヌとクーマエ比べたら、クーマエの方が判定は先に出るんですよね。はい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 、はい、そうですね、そうですね。なので、そう、攻めてきた相手に対して、あ、やべえやべえってなった時は、とりあえずクーマエ。はい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 。で、攻めてこない相手に対して、じゃあとりあえず先に技をかかった時は、クーエヌが、まあ、リスクっていう面ではそんな感じかな。リスクはそう、そんな感じで。で、当てた時のリターンについては、うん、まあ、空前は下側で当てると今みたいに低いフットビーになって、はい、ダウン展開になりやすい、うん。で、上側、もしくは同じ高さで当てると、ちょっと上側に込んで、どちらかというと着地狩りの展開ですかね。へぇ、なるほどね。で、まあ、シルクの空上ってこういう、なんていうか、どちらかというと空中版スマッシュみたいな技なので、はいはいはい、浮かせた後は空上じゃなくて空上でですね、これを上側でつなげるって感じ。そうかそうか、相手が攻めてきているとか自分が攻めるときは空前で、まあ、はい、相手が攻めてきてるよってときは空上。あ、逆か、うん、逆か逆か。で、空中に敵がいるときは、はい、クーエヌ、まあ、クーエヌが一番当てやすいかな、うん、まあ、クーマエでもいいけど、うん、クーマエってやっぱり横に吹っ飛んじゃうんで、はい、その次がつながりにくいんですよね。そ、はいはい、ういうことね。それに対してそうクーエヌは当てたら結構上方向に吹っ飛んでくれるんで、なるほど、まあ、ターン継続しやすいかな。リターンも大きいということですね、はい、横に吹っ飛んだらどっちとまたモナド変えて、はい、立ち回るってことですよね。そんな感じです。はいはいはい。なるほどなるほど。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます、コメさん。はい。いつもなら、ここで、コメさんに VIP に3戦ほど行っていただいて、という展開になるんですが、はい。今回、ちょっと VIP マッチ行けないので、オンライン上なので。はい。この後ちょっと、ねねさんと、はい。ヒカル君と、ちょっと対戦していただけないかなと。楽しみや。思ってるんですが、はい、よろしいですか ?OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。早速、コメさんよろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。お願いします。どうですか、シュルク対ロボットっていうカードは、シュルク側は、まあ、結構難しいカードですね。ほうほうほう、そうなんですね。まあでも、うん、まあどうだろうね。まずはね、先ほど言っていた質で。はい。しっかりカードして。とかモナドが切れた後っていうのもね、皆さんこれ注目してて、1回触ったら 28% で恐ろしいダメージが出てると。もうこれ圏内ですよね。そう、つかって思ったんですけど、シルクで触るのむずいし、なんならシルクで火力かけるのやっぱむずいっすわ。そうなんだね。もこんだけ技踏むの遅いキャラで。なるほどなるほど。むずい、苦しんだ。
ったやめて。お、うん、うわいいよ。いやそれ強いな、ジャンプ強いね。強い。あ、うわー、ポンズ近い。あー飛ぶな。空母は空母は根元になればなるほど吹っ飛びが増えます。なるほどなるほど。まだ死んでるけどね、さっきちょっとびっくりするから。あ、死ぬんやーって振ってる方もびっくりするときあるわ。なるほどね。お前怖い怖い怖い。恐ろしい。盾がまだやってきてないんだよな。本当に怖いのは盾なんだよな、見ててやっぱり。なんか死んでる。そうなんだよね。いやそれよ、それなんだよね、マジで。もう何回も見たわ。多段ヒット中にモナドを差し込む。はあ、すごいよ。うん、相手が後ろ側にさっきみたいにいるときはクー N ですか。うん、まあクー N だったりエアスラッシュだったりかな。なるほどなるほど。そうかそうかそうか。掴みっていうのはどうですか。まあコンボ下投げになる。まあ掴み通したら基本的には下投げでいいと思います。はい、あの後ろ投げと前投げが、はい、まあバースト技になるんで。なるほどね。あー、うまい。お、いいね。シルクの投げで死ぬとき一番腹立つねんな、マジで。あーもうなんか俺が悪いんやなーって言いながら死んでる。悔しい。やめて。いいね。間違えた間違えた間違えた間違えました。あっ、危ない危ない。うまい。あーそのジャンプな。いえ、ジャンプだよ。チップね。このゲームの最強キャラクターの最低条件やと思ってるのは崖っす。あーなるほどね。ゼロサムしたり、シルクしたり、ワリオしたり、みんなが手つきってくる。いいよ。やろう。うわ、怖い。その展開怖いよな。この劇は、つかみにも適用されますか。うん、適用されますよ。なんと知らなかったよ。剣だけじゃないのか。全体的だから切り札に戻りますよ。やっかよ。そうね、アイテムは。ああ、間に合う。ああなるほどね。つかんで。そうそうそう。うん、いやこのね、これがね、崖上が強いっていう。いや強どうしようもないです。あるんだよな、本当に。え、まだパーセント足りないこと。あ、あもうそれよ、もうそのジャンプで。あー強い。やだやだやだ。うわ、あれだろ、それも昔いっぱい死んだ方が取れて。何？性能上げて。ひ、うまい。うわ。飛ぶよ人間。あんな人間飛ぶわ。あぶね。
そう。まあ、でも、だいぶ経って時間あるから。ああ、手元に。手元に。なるほど、今、そうか、盾を使ってる時、他のモンハンドアーツが回復していってるのか。うん、そうですね。うん、いや、強いよ、マジで、シュルク。いや、普通に危なかった。ありがとうございます。ありがとうございます。ねねさんもありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ヒカルくんですよ。いやー、買っちゃうで、ゴンさん。もうよ。ちなみに。来たよ。使ってんのよ、最近、ヒカルは。でもね、関西、たくみさんがおるから、ロイ結構知り渡ってるんですよ、ロイクローム。せやな。ちょっと怖い。いや、でも勝つけど。いや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 。ヒカル君に聞こうかな、じゃあ。ロイクロムじゃねえや。ロイシュルクはどうですか、カード的に。結構ね、ガードで固めたいねんけど、やっぱり安らが広かったり、盾があったり、なかなか苦しみ寄りではあるけど、まあ単発で倒すこと多いから、意外と盾が作用せんこと多くて、なるほど。まあ、なんだかんだまだいける方ではあるから、他のなんかコンボで絶対倒せますみたいなキャラよりかは、ある程度戦えると。ほう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 。かわすよ、これさん、言っとけろ俺。いえ。うまいなぁ、タイミングのずらし方も。危ないよ。ああ！断るしまくん。やっぱやっぱそういう気持ちになるよな、そのパーセンテージで。何があんな。知るもんだって。よかった。危ない危ない。俺だけが焦っ、それよ。もうそれ。いやーすごいそれ。やめてー。下から耐える系マジで辛そう。あ、いい空母。噛み合ったな。最高。そのまかいつだ。ごめんさ。お願いしてたもんな、今。ごめんさ。いやー、これ。いやー、ガーキャン強いなー、マジで。え、俺はない、俺はない。あぶね。うん。おっしょ。ああ、これ、いっぱい死んだ、これ。え、なんか。いつスピードになってた。早すぎて気づかねえよ。ずっと残だと思った。あ、これ。おお。お前そうだ。なんだけど。うわわかるよ。そうなるんだ、やっぱりみんなも。俺だけかと思ってたよ。わあ、なるほどね。すごい。ごめん。そこからなければいいんじゃない。これな、ごめん。これは怖いよ。崖上強いな。無敵や今の。無敵や今の。いや強い。皆さん、踊らない。何？何なのがいいよな。みんな。え、もう終わんねんけど。今掴める距離にいたら端まで行ってたよな。いや痛い痛い。いや行った。あーいそこで。あー、俺はない。ぐちゃぐちゃになった。
まあ、ザンで流れ取った時はね、一番シルクが楽しい時やから。なるほどね。すごいわ。コメさんどうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。やくっそー、悔しい。いいもの見させていただきましたよ。ヒカル君もありがとう。いやー、面白かった。なんか、いつもコメさんとやると、いい勝負やなーと思ったのに、いきなりぐちゃぐちゃにされて終わんない。途中まではね、こう来てるのに、ぐちゃーって見当たらん感じがコメさんやねんな。なんか、阻止がどうとか、崖がなーとかじゃなくて、なんか、急にぐちゃぐちゃにされて。気づいたら、俺、これ負けるんや、この試合、みたいな感じ。無理や。いや、すごいよなぁ、やっぱり。僕ずっとコメさん呼びました。シュルクのね、解説ももちろんそうですけど、やっぱり大会の時、やっぱかっこいいじゃないですか。かっこいいんですよ、コメさんって。はいはい。もう、肩から見てて、すごい。あの、なんかね、やっぱシュルクがそういうキャラクターっていうのもあるけど、やっぱ、映えますよね。そうそう。かなりいい感じの試合にはなりますね。はい。なんで、やっぱり見てて楽しいんで、もうぜひね、呼びたいって言ってたんですけれども。まあ、オンライン上ではありますが、今回来ていただいて、本当にありがとうございます。ありがとうございます。こちらも呼んでいただいて。そしてですね、前回 T 君の時にお伝えしたんですけれども、T 君、コメさん、そしてシェアさんというね、お三方で、スマッシュクルーという YouTube チャンネルやられておりますので、こちらの今画像が出ている通り、月曜日 T 君、水曜日コメさん、金曜日がバラエティさんに集まってという動画上がっておりますので、ぜひね、スマッシュクルーの方、チャンネル登録、高評価の方をしていただけたら、嬉しいなと思っております。その概要欄、そのチャンネルがですね、概要欄の方に、記載されておりますので、ぜひそちらから飛んでいっていただけたら、もちろんね、動画も再生していただけたらなと思います。そして、さらにですね、概要欄の方に、コメさんの個人チャンネルと、ツイッター、そしてヒカルくんの YouTube チャンネルと、ツイッター、ねねさんの YouTube チャンネルと、ツイッターの方も貼ってありますので、ぜひね、皆さん全部チェックしていただけたらなと思います。それでは、今回の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。コメさん、シュルクでこいつきついわってキャラクターって誰ですか。はい、きついのはスネーク。あと月光がもなるくらい。月光がは俺はね勝ててるな。マジか。いや、ちっちゃい系はきつい、確かに。はい。月光とかピカチュウ。ピカチュウ。はあ、なるほどね。